物価高騰などの影響により、来年から県内の寺では配管料の値上げが相次ぎます。奈良市にある幸福寺は、値上げの理由として、コロナ禍で参拝者が減少したことや、物価高騰などの影響で仏像や柄などを維持管理することが厳しいことを挙げています。配管料の値上げは来年4月からです。 国宝アシュラ像などを展示する国宝館で大人が700円から900円に中高生が600円から800円などとなるほか中婚堂の一部や闘魂堂駐車場料金などを値上げするということですまた斑鳩町にある法隆寺でも物価や人件費の上昇などの影響で来年3月から拝観料が値上げとなります 個人では一般が1500円でしたが、中学生が1700円に高校生以上が2000円となり、このほか団体料金や発起時の配管料も値上げするといいます。配管料は文化財の保存修理や老朽化した施設の改修などに活用されるということです。